い、皆さんこんにちは、タートルです。今日はですね、わお、前屈といってもですね、これぐらいの人が指先がつくまで、そして指先がつく人が手のひらがべったりつくぐらいまで、それぐらいまでね、変わっていける前屈のストレッチの方法を紹介します。まあ、ちなみにはタートルなんですけど、タートル前屈やってみるとですね、まあ肘がつくかなつかないかなぐらいまではいけます。だから手なんかも全然余裕でつきます。肘がつくかつかないかぐらい、それぐらいまでね、タートルはできるんですが、結構前屈って硬い人が多くてですね、前屈ができるとどうなるかっていうと、まず筋肉が柔らかくなって血流が良くなるんで、足がね、太くなりにくくなってきます。なのでね、女性は必ずストレッチやってほしいんですが、男性も結構足がね、太いって悩み持ってる人多いんで、このね、ストレッチしっかり前屈して膝の後ろ、ふくらはぎがしっかり伸びればですね、疲れにくい足になって太くなりにくい足になりますんで、ぜひね、実践してみてください。じゃあまずね、いくつかやっていくんですが、まず自分で前屈をまずしてもらって、どれぐらいまでいくかやってみましょう。まあこれぐらいの人もちろんいると思います。まあこれぐらいの人もいると思います。で、まずはですね、これぐらいしかいかない人っていうのは、自分の力では下までいけないんで、重りを持ってやってほしいです。やっぱちょっと重めがいいんですが、腰が痛くなっちゃいけないんで、まあある程度の重さのものを持ってですね、前屈になってですね、この状態で膝を交互に伸ばして曲げてってやっていきます。これでですね、だんだん体を下に下げていきます。だんだん体を下に下げていきます。これをですね、だいたい1分ぐらい、まあ、ちょっとタートルは柔らかいんで、まあいらないんですけども、前かがみになった状態で膝をね、見えにくいかな、膝をこういう感じで交互に伸ばしながら体を前に下げていきます。で、お尻はですね、初めのうちはお尻も揺らしてもいいです。揺らした方が下に行きやすいです。で、慣れてくるとお尻が動かないように、膝だけを動かしながら歩く感じでですね、交互に伸ばしていきます。で、次にですね、今のでまずだんだん下がっていったらだいぶ伸びてきますんで、次にですね、足首をやっぱりこのままでしか伸びないんで、今度はつま先を上げながら膝を動かします。交互につま先を上げながら、で、これはですね、膝伸ばしたままです。伸ばしたままつま先を交互に上げます。この時にも、はじめお尻がね、動いていいです。お尻を動かしながら体を下げていきます。で、だいぶ伸びてきたら、お尻が動かないようにつま先だけ、体はしっかり前屈です、っていう風にやっていきます。で、今はですね、足首が固定されたままでの膝を動かしました。で、次につま先を上げ下げして膝を伸ばしたままでしっかりふくらはぎを伸ばしました。で、今度は床に座って足首を伸ばしてですね、90度のままだけで柔らかくっても、そこだけで柔らかい形になっちゃうんで、しっかりつま先を上げた形と倒した形、普通の形、どの足首の位置でも柔らかいようにしておかないと、やっぱりね、すぐ硬くなってしまうんで、今度はつま先をしっかり伸ばした状態でいきます。ここから手を万歳したらですね、おへそをできるだけ遠いところに落としていく感じで、しっかり背筋を伸ばして体を倒していきます。ぐーっと倒していきます。で、戻ります。もう一回いきます。息を吐きながら遠いところに行きます。最後の最後で手をクッと伸ばします。で、今度はですね、つま先をしっかり
しっかり上げた状態で手をバンザイして息を吐きながらいきましょう。といった感じでですね、しっかりまずは前かがみになって膝を曲げ伸ばし、こういうふうに曲げ伸ばししながら前かがみになっていきます。でしっかりね伸びた状態で次は足首を上げて同じように膝を交互に伸ばします。で今度は下に座って足首をしっかり伸ばしてですね、できるだけ遠くに手を伸ばしていきましょう。今の3種類をですね、だいたいまあゆっくりゆっくり、まあ2、3分ぐらいやってくれたらですね、毎日ですねお風呂上がりが一番。ほんで運動する前にストレッチする人もいるんですが、できればね運動後の方が体は柔らかくなります。なので運動後に使った筋肉をしっかり伸ばして休めるっていうのがすごく大事です。今回はストレッチの紹介でした。しっかりね皆さん毎日やってもらったら、硬い日柔らかい日っていうのがあるんですが、徐々にねいつも柔らかい日っていう日が来ますんで、ストレッチやってみてください。コメントもぜひお待ちしてます。タトルでした。